上にあるお手入れランプが点灯し、音が鳴ればお手入れ時期の合図です。お手入れはこれらの部分を清掃します。まずはプラグをコンセントから抜き、本体についているタンクを上に持ち上げて取り外します。タンクに少量の水を入れ、キャップを閉めて振り洗いします。タンクの汚れが落ちにくいときはスポンジなどを使って水洗いします。タンクキャップは歯ブラシなどを使って磨きます。トレイを引き出し、フィルターを取り外します。水につけてすすぎ洗いをします。水を入れ替えて数回すすぎます。トレイの水を捨て、水洗いをします。中央部をカチッと音がするまで押してから、引き上げて本体上部の吹き出し口を外し、水洗いして乾かします。吹き出し口の奥や空気の通り道をタオルなどで拭きます。拭き終わったら、先ほどの吹き出し口をカチッと音がするまで押してセットします。すべて洗い終わったら部品をセットしていきます。本体背面にあるエアフィルターのホコリを掃除機で吸い取ります。プラグをコンセントに挿し、運転ボタンを押します。リセットボタンを3秒間押し続けます。ピッと音が鳴り、お手入れランプが消灯すれば完了です。